黒木優太は、神奈川県横浜市港北区出身のプロ野球選手、宇藤左田、オリックスバファローズ所属、横浜市立北、津田島小学校2年時から、軟式野球チームのブラックシャークに所属。横浜市立日吉台中学校への入学と同時に、港北リトルシニアへ所属したことを機に、公式野球に転校した。中学2年生からは、同校の軟式野球部で、 投手や外野手を経験している。立花学園高等学校への進学後は、1年生の秋から2年生の夏まで遊撃手だったが、強権を買われて秋から投手に転校。短期間で最速時速1 4 6キロメートルのストレートを投げられるまでに成長したが、春夏ともに甲子園球場での全国大会に出場できなかった。3年生の秋に、 日本学生野球協会へプロ志望届を提出したものの、その年の NPB ドラフト会議でどの球団からも指名されなかったことから、高校卒業後は立正大学へ進学した。立正大学では1年生の秋から主戦投手として、東都大学野球の2部リーグ戦で登板。2年時の春季リーグ戦では、先発、抑えの両方でリーグ最多の4勝を挙げるとともに、 チームを14シーズンぶりの2部優勝に導いた。3年時には、東都大学野球選抜チームの一員として、6月の韓国選抜戦で先発4年時の春季リーグ戦では、先発当番で4連勝を達成した。しかし、5月の試合中に、一塁へのベースカバーで、走者と接触した影響で右肩を脱臼秋季リーグで実戦復帰を果たしたものの、 在学中の一部昇格までには至らなかった。なお、在学中には2部リーグ戦46試合に登板。通算投球回数248回1、3で16勝12敗、248.1回、防御率1.74を記録した。また、ウェイトトレーニングで体格の向上に努めた結果、4年生の春季リーグ戦ではストレートで、 時速1 5 3キロメートルを計測。高校3年生の夏に続いて NPB の複数球団のスカウトから注目されるようになった。大学4年時に改めてプロ志望届を提出し、10月20日の NPB ドラフト会議でオリックスバファローズから2巡目で指名。契約金8500万円、年俸1200万円という条件で入団した。 入団当初の背番号は54で、同性の黒木智弘が、千葉ロッテマリーンズの投手時代に着用した番号を、自身の意向で選んだ。なお、この時に開かれた育成ドラフト会議では、大学時代のチームメイトである、神戸文也も、オリックスから3巡目で指名され、育成選手として契約した。2017年には、春季キャンプのスタートから一軍に帯同し、オープン戦では、 5試合の救援当番でいずれも無失点を記録した。オープン戦期間中の3月中旬には、教育リーグで先発当番も経験したが、今の力なら勝利の方程式に入れられるという一軍監督、福田淳一からの評価を背景に、新人選手では沢田啓介と共に開幕一軍入りを果たした。3月31日には、 東北楽天ゴールデンイーグルスとの開幕戦で延長10回表に救援投手として1軍公式戦にデビュー。1イニングを無失点に抑えるとともにプロ初ホールドを記録した。4月中旬からセットアッパーとして主に8回を任されていた。5月16日の対福岡ソフトバンクホークス戦では同点の8回表から登板し、 ソフトバンク打線を三者凡退に抑えて交代。その裏に、チームが勝ち越して、連敗を6で止めたことから、一軍公式戦での初勝利を挙げた。5月18日の同カードでプロ入り後初めて3、失点を喫するまで、13投板試合連続、無失点を記録。同期入団の山岡康介が先発した6月4日の、対読売ジャイアンツ戦では、8回裏まで無失点に、 抑えた山岡の後を受けて9回裏に登板すると、1軍公式戦での初セーブを記録した。6月には4勝を挙げたが、オリックスの新人投手が1軍の公式戦で1、ヶ月間に4勝を記録した事例は、前身、阪急ブレーブス時代の1971年に、小玉義弘が達成して、以来46年ぶりである。 オールスターゲームでは、パシフィックリーグの新人投手から山岡と共に、同リーグの監督推薦選手へ選ばれると、7月15日の第2戦で5番手投手として初登板を果たした。後半戦では、クローザーの平野数が不調で2軍調整に入った7月下旬から平野に代わってクローザーへ抜擢された。オリックスの新人投手としては、加藤大輔以来のクローザーであったが、 二試合連続で、救援に失敗。セットアッパーに復帰した8月上旬以降は、前半戦ほど活躍できず、シーズン全体の防御率は4.222まで達した。それでも、55試合の登板で6勝3敗にセーブ25ホールドを記録。シーズン終了後の12月5日には、推定年俸3700万円という条件で、契約を公開した。 昇級率は208%でアマチュア9回からオリックスへ入団した新人選手としては公開の時点で歴代最高とされている。2018年には一軍公式戦39試合の登板で1勝1敗17ホールド防御率4.50を記録。シーズン中は中継での起用に終始したがシーズン終了後に参加したフェニックスリーグからは 先発への転向を視野に調整を進めた。2019年には先発への本格転向を目指していたが、一軍春季キャンプの序盤に右肘内側靭帯の炎症を発症。公式戦開幕直後の4月中旬からウエスタンリーグの公式戦で実戦に復帰したが、6月8日の同リーグ対中日ドラゴンズ戦への登板後に炎症が再発した。後の診察で、 人体の国家が炎症の原因であることが判明。このため、国家箇所の除去と人体の再建を兼ねて、6月24日に右ひいのトミー・ジョン手術を受けた。一軍公式戦への登板機会はなく、10月22日には、球団から支配下選手契約の解除を通告されたが、NPB の規約による自由契約選手としての工事翌日に、育成選手として再契約。 背番号も124に変更した。2020年には前年に手術を受けた右肘のリハビリを経て10月22日のウエスタンリーグで実戦復帰を果たした。シーズン終了後の12月4日に支配下選手契約を再び結んだことを機に背番号を54に戻している。最速時速1 5 6トルのストレートに加えてスライダー、カーブ、フォーク、 チェンジアップなどの変化球で三振を奪えるだけの投球術の持ち主。高校時代までは内野も守っていたことからフィールディングにも自信を持つ。前述した背番号54には現役時代の黒木智博と同じ強い気持ちを前面に出す投球スタイルと自分の性をファンや報道関係者に早く覚えてほしいという希望を込めている。 トミー・ジョン手術後に臨んだ入団4年目の春季に、軍キャンプでは、野球解説者として、キャンプを視察していたとも広から、トミー・ジョン手術で感知するから焦るなという激励を、じきじきに受けている。趣味は釣り。歌詞に、メッセージ性があるとして、高校時代から高田組の楽曲を愛聴。オリックス球団から初任級が出たことを機に、自分でお金を稼げるまでは控えていたという高田の、 ファンクラブへの入会を果たした。登場曲にも、高田の楽曲、ライフソーグッドを使用。その一方で、プロ野球選手として、高田からオリジナルの登場曲を提供されるほどの活躍を目指している。好きな漫画は、高校時代に監督から勧められたことを機に読み始めた、砂の栄冠。野球の教科書という表現するほど感銘を受けた野球漫画で、この作品を通じて、 投資心理や取材への対応方法などを学んだという、高校時代に公式野球部のマネージャーを務めていた同級生の女性とオリックス入団後の2019年1月に結婚した。ありがとうございます。